また池原ダムで村さんが60するところを見てみたいです。僕もやってみたいです。ね、この間池原ドリームというボート屋さんが前のね、要するに TO ジャパンがなくなっちゃったんで、ね、変なやつがいて TO ジャパンの道具を全部かっぱらって売っちゃったやつがいるんですけどね、そのおかげで僕が結局池原ダムにね、全然行けなくなりました。で今池原ドリームってある、まあ、1軒目のガソリンスタンドのところがやってるんですけど、ドリームって名前僕がつけたんですよ。まあ、そこだったら、ね、この間フェイスブックの方にドリームのお兄ちゃん入ってたんで、そのうち遊びに行きたいなとは僕も思っております。池原に浮かぶ村さんが見たいです。村さんのベーシックで正しいバス釣りを、ね、ただ眺めていたい。俺もね、もう TO ジャパンさんがね、亡くなっちゃって、もう悪いやつがもう本当にいろんなものをね、盗んで売っちゃったっていうね、噂を聞いて、もうそれでダメになった。もうそれから全然行かなくなっちゃいましたね。村さんが池原ダムで60アップをバンバン釣ってるのを見て釣りを始めました。また池原ダムで60アップをバンバン釣ってもらえませんか。もうね、あそこ俺の船ないのよ。ね、あの頃僕のね、池原別荘っていうのがあったんですよ。池原ダム1-1-1、いやそういう住所じゃないんですけど、まあ一番便利なところに僕の別荘があったんです。コンビニの隣、そこにあったんです、まあ、あれはだからもうあの時はよく通いましたよ、ね、池原ダムはね、もう池原マイハウスっていうのがあったんですが、もう引き払っちゃったんですよ。池原ダムにバス専用ハウスというのを昔作ったんですけどね、これもうこっち映ってないんだけど、流しも何も全部木目調で、冷蔵庫も木目にし、全て木目で、これ全部自分で作ったのよ。これこの辺のなんていうの、この辺のこれガーデニングのやつを壁に釘で打っちゃって作ったりね、やつだったりね、まあ、この辺ここは電気屋さんにちょっとつけてもらいましたけどね、池原ダム行って何やってたかっていうのは、釣りなんかそっちのけでですね、家を作るのがすごい楽しかった。ね、流木拾ってきてここにちょっと飾ろうかなみたいなね、そんなこんなのことをずっとやっておりまして、池原ね、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。